ラリー・アルトンパリッシュはアメリカ合衆国フロリダ州出身の元プロ野球選手 MLB では通算256本塁打を記録モントリオールエクスポーズ時代の1978年7月30日の対アトランタブレイブス戦では3.45回と3イニング連続本塁打を記録している1989年にパワーの面で期待され NPB のヤクルトスワローズに入団。同年は42本類が103打点をマークし、本類打王のタイトルを獲得、ベストナインに選出される。しかし三振も多く、池山龍館、広沢勝美と3人揃って、1 0 3三振トリオと呼ばれた。三振した後、ベンチで暴れることもあったため、ストレス解消のためのラリー君人形なるサンドバッグが置いてあった。 そのため、1989年オフに監督に就任したばかりの野村和也は、確実性のない奴はいらないと三振の多いパリッシュの打撃を嫌い、本塁打を獲得しながら、ヤクルトを自由契約となる。セシル・フィルダーが対岸して、代役を探していた阪神タイガースが獲得。1990年シーズン序盤から、前年の本塁打王の貫禄を見せつけ、本塁打を量産。 同年にはオールスターゲームにも出場した。ところが8月に古傷の膝が悪化してしまい、その時点でホームラン王争いで単独トップに立っていたのにもかかわらず、8月27日の試合を最後に突然引退し物議を醸した。当時の読売ジャイアンツのエースだった斉藤正樹を大の苦手としており、2年間で斉藤相手に打率0 4 零本類だ、19三振であった。池山曰く斉藤が先発と聞くと、嫌だ、嫌だと顔をしかめていたくらい苦手意識を持っていたことを著書で明かしている。1989年9月24日の試合では、斉藤の先発が予想されたため、パリッシュの代わりに4番ファーストに偵察メンバーが置かれ、先発が斉藤と分かると、杉浦徹に交代した。 阪神遺跡後の1990年6月15日と8月19日の対巨人戦でも斉藤の先発ということで欠場している。引退後はデトロイトタイガース参加の A 級ナイアガラフォールズ、A 級ジャクソンビルの監督などを経て、1997年にデトロイトタイガースのベンチコーチに就任。百九十八年シーズン途中にバディベルに代わり監督に就任し、 1999年まで指揮を取った。2003年からトリプル a 級トレドの監督となり、2005年2006年にはチームを2年連続でリーグ優勝に導いた。また、2007年には惜しくもリーグ優勝は逃すものの、地区優勝は達成し、地区優勝3連覇を成し遂げた。2011年はアトランタブレーブスで打撃コーチを務めた。 ヤクルト入団会見で好きな食べ物を聞かれて、フロリダでは普通に食べるワニの肉だと答え、ワニを食べる男として話題になった。結局探し回って、東京都内に一軒だけワニ肉を提供する店があり、そこでスタミナをつけた。1989年の5月31日の対、阪神タイガース戦での6回裏、阪神の渡辺信彦がパリッシュに支給を与え、 パリッシュが渡辺に激怒したことから両軍入り乱れての乱闘騒ぎになり、パリッシュは暴力行為で退場処分となった。さらに、渡辺が今度は中西地下市に危険球を投じたことで、もう一度乱闘が発生し、渡辺は危険球で退場になった。これには、3回裏に、パリッシュが保逸で生還する際にベースカバーに入った岡部のりやをスライディングで、 負傷退場させた伏線があった。翌1990年、パリッシュは阪神に移籍し、渡辺とキャンプで握手して仲直りした。5月1日のタイヤクルト戦でプロ初勝利を挙げるが、この試合でパリッシュが本塁打を放ち、渡辺の勝利に貢献している。ありがとうございます。